G-SHOCK Colors ね。これ、あの、まあ、g、え、色、ー、の中でも人気のある、で今はね、手に入らないやつなんで、僕、これ持ってるんですけど、えー、これの時間の合わせ方を説明します。で、この型番については、えっ、ー、とね、えー、裏蓋のカシオって書いてある横ですね、を確認してください。5146というのが、g、え、色、ー、カラーズの型番です。はい。よく GA110 と言うんですけども、えー、この時計としては、5146ですね。カシオの 左側に四角い枠,枠で書かれてるですね。これが同じ、あのー、心臓部の番号となります。はいえー、この5146について時計の合わせ方を、えー、説明したいと思います。電池交換が終わりました。次はね、電池交換が終わると、大体ね、時計がずれてます。で、この時計は電波ソーラーじゃないんで、時々メンテナンスをしないとダメですね。はい。で、電池交換すると、まあ文字がくっきりしてて良かったんですけどね。で、合わせ方としては、えー この、ね、モードがあって、いろいろ押してるんですけどね、これがタイマー、はい、それからこれが、えーとね、第二時,時計ですね、はい、これニューヨーク時間とかを私は設定してます、はいで。これがアラーム、何種類か時刻設定、時計、目覚まし時計にもせ使います。まあ、使わないですけどね、はいで、これが元ですね、曜日が上に来てる、今,土曜日,今日土曜日なんですね、サ,サ,サタデーですね。 この曜日になっているところに合わせます。まず合わせます。で、えー、この10時の方向のボタン、これを長押しします。そうすると曜日が点滅して、えー、今 tyo、東京時刻を指しています。これをあの送りがあ4時の方向ですね。で、ここ送ってあげると、世界各国の都市に変わります。はい、で、えー、ここはもう東京時間ですね。 で、よければ、えー、この8時の方向のボタンですね。で、押して、次に進みます。で、秒針リセット、あ、これはね、次はね、サマータイム。日本はサマータイムがないのでオフです。はい、ニューヨークとかだと、えっ、ー、と、サマータイムね、の期間に入ると、えー、4月1日から11月末の間ですかね、がサマータイムになるんですけども、オンにすると1時間。 時間が、その日が来ると変化します。で、東京はそんなのないので、これ、オフのままでいきます。オンオフの切り替えは、この4時の方向のこのボタンを押すことによって変えることができます。はい。続いて、えー、24時間表示と12時間表示の切り替えですね。はい。で、私24時間表示が好きなんで、この4時の方向で切り替えます。で、も続いて次行くと、秒し、秒ですね。 秒ですね。現在、秒が25秒。で、4時の方向を押すことによってリセットして0から変えることができます。で、もう一回、次に、また8の方向を押すと先に進みます。で、えー、時間表示。時間表示ですね。はい。現在、12時43分。合ってるんですけどね。はい。で、もう一回、次、また、8の方向を押すと、分身。分ですね。えー、43分ということになります。で、これを押すと、えー、1回、えっ、ー、と、えー 西暦年になりますで、また、合っていれば、そのまま OK。間違ったあの、8時のボタン。違ければ、このですね、右側の2時のボタンと4時のボタンで調整してください。で、もう一つ押すと、月ですね、これ4月。はい、これも、えー、右側のボタンで調整できます。で、次に、日にちになります。今日は27日で OK です。これで、えー、そのまま 再確認で、えーとね、最終的にはこのアジャスターをして OK となります。はい、でここまでは簡単にできます。皆さん知っている通りここ、この10時のボタンだけ覚えていればいいんですけど、えーとね、時々起きるんですけど、えー、とデジタルの,この時間と針の時間が変わってしまうことがあるんですね。その方法を説明します。でこの4時の方向のボタンをこの状態で長押しをします。曜日 が出てるんですねそうすると、こんな形になります、はい。で、ストップウォッチですね、こっち小さい時計があると思うんですが、この時計ね、辞カラーズの場合は、この横向きですね、横向きですね、えー、と、えー、9時の方向に合わせます。はい、合わせ方としては、この えー、4時の方向のボタンで押していくと回ってきます。で、戻すことができないのと、あと長押しで早まくしがで,できないので、そこは良い位置ですね。細かく、えー、4時の方向を押していって、えー、ちょうど9時の方向に合わせます。はい。えー、OK でしたら、えー、っとね、ここはね、モードボタンね、8時、8時のボタンを押します。はい。で、針が動きます。で、えー、っとね、 えー、下の画面ですね、デジタル画面ね、これが0時00ですね、になってます。はい、で、えーと、この右側のボタンを使って、この、えー、地震と噴震を0時に合わせます。もう変合ってますんで OK ですね。はい、で、えー、それでもうさ、ね、合わせてきて、で、最後、えー、この8時の方向のモードボタンで確定。はい、あ2回押しちゃったね。 確定して、OK ですね。はい。で、えー、最後、このアジャストボタンを押してやると、ちょうど、えー、現在ね、えー、4月27ね、ちょっと待って、えー、12時46分、合ってますよね、えー。地震が12時、噴震が46分を指してます。はい。これでセッティング完了です。 実食、はい、からズの、えー、合わせ方です。